おい、キリュウ。いや、なあ、キリュウ、おめえ、今までよく生き延びたよ。まったく大したもんだ。運が良かっただけだ。俺一人の力じゃねえ。よく生きててくれたな。何すんだよ。ちょっと待てよ。行き先はホームレス街だったよな。牧村誠をそこにかくまってんだろ。お前、そこに知り合いでもいるのか。それがどうか。気をつけろよ。キリュウさん、あれ、もう一人、もしかしてお兄ちゃん。お兄ちゃんって。わかった。二人とも状況を説明させてくれ。少し長い話になるかな。兄が東島組にさらわれた。そんな。兄って、立花。え、この子殻の一つぼの持ち主だろう。その二人が兄弟ってどうなってんだ。いっぺんに聞くな。とにかく今は橘を取り戻すことだ。なんで、やっと会えると思ったのに。橘をさらったのは道島組の渋沢の指図だ。渋沢。大阪で俺たちを襲ってきたやつだ。道島組若頭補佐の一人。今そいつが道島組を動かしているってことらしい。道島組は兄じゃなく私の居場所を探してるんですよね。すまない。俺があいつを守ってやれなかった。でも必ず連れ戻す。俺が命に代えても。アジア街の顔役からだ。電話してくる。俺も行くぜ。キリュウさん、兄をお願いします。お願い、お願いだから。わかった。すぐに会わせてやる。必ずな。急ごう、キリュウ。アジア街から橘の居場所を聞くんだ。すぐに電話しねえと。ああ。アジア街の顔役ってのは信用できるのか。ああ。俺は橘が連れてかれた後、アジア街で倒れてた。あの人が敵なら今頃
だね、陳さん、橘の居所はつかめたか。空の一坪に隣接しているハイビルだ。七福通り沿いにあるクレッシェンドビル、そこの地下室に連れ込まれたらしい。クレッシェンドビルだな。人数は7人程度。ただクゼという男がそこにいる。知ってるね。クゼは渋沢の命令で動いているようだ。その前は阿波野についてたが、くら替えしたと見える。よほど後がないらしい。だがそういう男ほど危険だ。分かっている。立花さんを頼む、桐生さん。錦、橘は七福通りのクレッシェンドビルだ。クゼもいる。分かった、とにかく急ごう。よし、やってやろうぜ、キリュウ。やっと。何すんだよ。ちょっと待てよ。牧村誠はずっと立花のことを探してたんだ。あそこだ。そう踏んでいて兄のことを探し回ってたらしい。なるほどな。クレッシェンドビル、この中に橘がいるんだ。ああ、このビルの地下室らしい。キリ、一度入ったらもう後戻りできねえぞ。準備はいいか。じゃあ次、六本目行こうか。ああ、七本目もまとめていっちまった。指先は神経が集中して痛みを与えるのに最適です。まあな。手の指と合わせて残りたったの8本、全部潰れるまでに私の口割れますか。なめやがって。いい加減開けやおら。牧村誠はどこだっつってんだ。私に泣き入れてないで、ちゃんと仕事しないと。渋沢さんに怒られちゃいますよ。あなたも後がないんでしょう、クゼさん。この野郎、殺しちまったら何も聞き出せねえだろうが、てめえを殴るしか能がねえのか。お、あと少しで口はありますよ、こいつは。まだわかんねえのか。拷問が通じる男じゃねえよ。
いい加減他の手考えろよ。はっ、そんなもん俺ができるわけないでしょ。ああ、おらね、兄貴、人間殴んのがたまんねえから極道やってんです。兄貴だってそうでしょ。極道に頭使えなんていつからそんなぬるくなっちまったんですか。そんなんだから何度も下手打つんでしょうが。誰に向かって口聞いてんだ。てめえを見てて思い出したよ。俺はな、自分より強えと思われる奴を殴るためにずっと極道を張ってきたんだよ。てめえみたいな三下と一緒にするな。ちょっと何する気ですか。情報を引き出す前にこいつがバカに殺されたとあっちや、この俺がいい笑いもんだ。てめえ笑ってんのか。おい、何見てんだ。おら、バカ野郎が。ここは爽快なるようになっちまうもんだな。くぜえ、遅くなった。謝ることありませんよ、キリュウさん。おい、立花、よせ。妹がすぐそこまで来てるんだ。ずっと会いたかったんだろう。今連れてきてやる。錦頼む、誠をここに。わかった。立花、キリウス、ラオグエよ。操ってるのは
なんだと。クゼが言ってました。全ての人は道島が引いています。風間さんを排除するためにあなたに殺しの濡れ衣を。おい立花、なんだこんなことに。こんな立花、お前の妹は必ず俺が守る。約束する。絶対に守るからな。殺す、叩き潰す。それが俺の覚悟だ。小僧がとうとう化けやがった。本物の極道に。桐生、お兄ちゃん、お兄ちゃんは？お兄ちゃんどこ？
お兄ちゃん。もう許してください。さっきの異性はどこ行ったんだぐらい。え？ほら立てや。立てっつってんだろが！助けて。殺される。何見てんだ。いいえ。何でもないですわ。この野郎、ふざけたまねしてんじゃねえぞくれ！収穫あったか、マジマちゃん。ただ町歩き回ったとこでどうにもならんわ。立花不動産の田の字もない。そりゃそうだよ。だってお前本気で探してやしねえんだもんな。もう女を見つけて殺すしかお前には生きる道はねえ。そいつは納得づくなはずだろう。蒼天堀から牧村誠が消えてもう丸一日だ。早いとこ立花不動産から取り戻さねえと完全に見失っちまうぞ。そうなりゃお前はもう終わりだ。そこんとこ分かってんのか。だったらもっとやる気出しても良さそうなもんじゃない。俺だってこんな狭いとこに缶詰になって我慢してんだ。近江の人間が神室町で羽ばき化してたらことなんでね、お前に動いてもらうしかねえんだよ。せやったら島野の親父にも手借りたらええやないか。正直に女に逃げられた言うてな。ダメだ、島野には言えねえ。女は俺とお前だけで片付けんだ。ハッ勘違いすんなよ。俺は島野を怖がってるわけじゃねえ。こいつはちょっとした政治の話でね、近江連合の人間としちゃこの件で島野に弱みを見せるわけにはいかねえんだ。どういうこっちゃ。牧村誠の一件は近江連合の上層部と島野の共同作戦なんだよ。近江連合には島野から空の一坪を100億で買い取る用意が。何やと。近江連合の狙いはズバリ神室町そのものだ。空の一坪は神室町再開発計画の鍵を握っているからな。
そいつを近江が抑えちまえば再開発に絡む東条海の島を一気に奪える。そうなりゃ近江は山ほど兵隊をカムロ町に送り込めるんだよ。東条海が抵抗する間もなくな。100億ぐらいはすぐに回収できる。そしたら親父は東条海を裏切るつもりか。あの人はそれを承知で近江に空の一つも売るっちゅうんか。そう、島野は東京に進出してきた近江の兵隊を後ろ盾にして東条海を取るって腹なんだよ。近江の東京進出を許す見返りに兄弟は東条海のトップになれる。その時島野と近江連合はカムロ町の取り分を話し合うことになる。だから俺が今島野に弱みを見せたらそこにつけ込まれちまうってわけ。もっとも女殺す役にお前を指名したのは島野だ。女に逃げられた責任はあいつにもあると思うけど。ちょ待てや、親父の狙いが土地やったらなんで牧村誠を殺さなあかんねん。所有者やったとこで土地が手に入るわけないやろ。それについちゃ島野に何か考えがあるらしい。どういうからくりになってんのかあいつは任せろとしか言わねえ。けど近江連合の上はそれで承知した。実際大したやつだよ島野ってな。せやったらあんたへの見返りはないや。この件であんたにも得はあるんや。カムロ町の支配者の座さ、近江連合側のね。あんた島野の親父から何も聞かされとらん言うてなかったか。ずいぶん話がちゃうやねん。お前に知らせる必要はねえと思ってただけだ。今は事情が変わったろ。そろそろ休憩は終わりにしろよ真島ちゃん。結局橘不動産と女を見つけねえと話にならねえ。とりあえず探す当てがねえならチャンピオン街に行ってみろ。そこに何かあるんか。最近まで橘不動産の人間が出入りしてたってよ。ちょっと古い情報らしいがな。強そうだな。定番じゃない。